こんにちは今日はねデジタルツインの話をしたいと思うんですがデジタルツインってこれはよそから撮ってきた絵ですがどういうことかっていうと皆さん双子って自分でがまあわかるよね双子がいてで双子って本当に DNA が一緒なので本当に似てる一卵性ソーセージの場合はさらに似てるでこの2人がまあデジタルツインになって何かをするんだけどじゃあその2人って誰よっ言った時にはこれ これで物理空間にある、まあ、今回のデジタルツインといは物理空間にあるまあいろんな事象と、それからコンピューターの世界、ネットワークの世界でもいい、AI の世界、それをふた双子にまず見立てましょうということで、今までって例えばこの リアルの世界、本当にリアルの世界ね、ずっと。で、右側にある、例えばあの、情報世界、情報空間っていろんな情報空間があるけど、例えばゲームを考えてくださいと。どんなゲームしても、そのゲームの世界っていうのは、アンリアルあの、基本的にはデジタルのキャラクターがいてある、仮想的なフィールドがあってってあるじゃないですか。どんなにくるくる動いて、どんなにかっこよく動いてもリアルの世界ではない。ね、ところが、今回のこのデジタルツインって考え方は、それを完全に同じ、ほとんど同じであると。 同期できるところまで持ってこうかっていうそのコンセプトがデジタルツついということで,で何をするかとじゃあ物理空間って我々がいるこの物理空間から何を持ってくるかって物理空間今皆さんがいる場所近くにある景色もの全てのものを情報化するつまりコンピューターが扱えるものの状態にするというのがこの情報化っていうことでまず物理空間からいろんなもの可能なものをどんどん情報化するとでこの情報はスタティックな情報に限らず やっぱこの時間軸を持った情報も全部そこに入る。で、情報空間は何するかって言ったら、それはあのそういったリアルな情報を計算可能にする。ゲーム機の場合はモデルを入れて、計算可能にして、コントローラーで動くようにしたわけです。このコンピューターの世界はそれを計算可能にして、でそれをリアルの世界に戻すというのをやる。で、これをグルーる回して完全に同期すると、リアルの世界って情報空間がミラーの状態になる。っていうのを理想的なコンセプトにしてるのね。 で、この時間が、えっ、ー、と、このぐるぐる回る時間が、えっ、ー、と、リアルタイムであればあるほどいいと。何かが起こったらすぐ状況が計算可能なシステムに理解されていて、その計算システムはコンピューター、情報の世界から今度はリアルの世界に戻したときに、時間差がない。というのが理想で。そこに1秒とか時間がかかっても、それは列車ツインではないっていう、そういう捉え方ね。なかなかね、簡単なようで難しいけども、えー まあ今から数年前は、この本学もそうだけど、よく 5G だとか IoT とか言ったのあれ、ただ通信路の話であって、そこには知能も何もないわけだ。で、じゃあ、それでデジタルツインができるわけはで、きるわけじゃないんだよね、ただそこ見てるだけなので。で、そういったあのセンサー類とかカメラとか IoT って、もう当たり前で,で、今、どこの領域に行こうとしてるかって、ここに書いてあることが大体今、行こうとしてる。例えば、地図っていうのも、今の Google マップって、全然 <laughs>、全然リアルじゃないじゃないですか。 昔の地図やりはいいけどとい、それがどん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 あの情報に入って計算可能になるようにな,なりつつある。あとで説明するけど、建物とか店舗とか部品とかいろんなものがじょあの計算可能になるように今、えー、情報として入,るよ入ろうとしている。で、この情報空間の方はそれをただあの集めてくるだけじゃなくて、さっきの人工知能にもつながるし、その推論のスピードが早ければ早いほどリアルタイムに返せる。まあ、そういったあのコンセプトで右側に行くと、例えば、 ににえたりにえ然 AI もこの中に入るわけだ AI があったり、それから、えーと、例えばいろんな解析をする、まあ、よくあるリコメンデーションするのもそうだよね、解析をする。だから、リアルタイムであればあるほどフィードバックが早いので、いろんなことができるかもしれない。自動運転なんかもそうだよね。リアルの世界を見て、見て、それでリアルタイムに運転するわけだよね。 時間差があったら大変だよね。何メーターか進んであの人引いてしまうかもしれない。まあ、そういったところを早く回していこうという,いうコンセプトです。ここまでは多分論理的にわかるでしょう。で、それをあの今、いろんなところで導入が始まって、まあ多分今、チャット GPT とか AI, AI が、えーまあ、みんな結構すごいとかって驚いてるかもしれないけど、間中いくツインくるのはデジタルツインなんでね。で、そのデジタルツインがいろんなところで今動き始めてるということで。 例えばこれは左側、例えばいろんなタービンとかいろんなあのまあ設備があったとすると、そのえと動作分析を、その元々の設計データと観測データを含めてえ解析しながらメンテナンスしようと、そういったモチベーションとか、右側だとまあロボットがいるけど、ロボットでいろんなものを作っているといったときに、それはやっぱり動いてるわけだ、別に。 高速にで、それがの,の状況とか何をやってるかを全部リアルタイムに解説しながら、やっぱ物にも反映していくということとか、あと倉庫ね、皆さん倉庫見たことあるか <laughs> あそこのアカデミアティックシアターダミや、本でも何でもいいけど、あそこにどこの単何の本が入っててさ、みたいなところが含めて、全部デジタルになっていて、え本の場合、スタティックそこにいるけども、物流システムっていろんなものが動いてるわけでね、パレットが動いたり、AMR が動いたりする。それらを時間遅れなしに、全部、あの、 情報システムが管理している、もしくは見えているという状態にする。それができたと何がいいかというと、例えば皆さんのところに荷物が届くのが何分でも早くなるかもしれないし、企業は余計な在庫を持たなくていいかもしれないというかね、そういったところでこの流通網ではデジタルツイン化がこう進もうとしている。ただこれみんなに見えないところなので気がつかないと。で、えっ、ー、と、BMW。 ドイツの BMW って車メーカー。彼らはドイツですから、まあ、ヨーロッパのインダストリー5.0のリーダーでもあるので <laughs> えと、ものづくりっていうことに関してはすごい自信があるし、ものづくりに関するノウハウとか説明は素晴らしいと。でそこにあの例えばエヌビディアの、えー、ソリューションをリンクして、工場そのもの、車の製造工場を全部デジタル化しようっていうのを。 を今去年あたりりからやり始めてるのねでここにあるのが BM のある自動車の製造工程の、えー、映像ですがこれはあの写真じゃなくて全部 CG 全部 CG で、えー、全部実際のラインそのものらしいんですよ。でそれをただ単にモデル化したんじゃなくて本当に車作ってるのをこのデジタルツイン化しようとしている。 だから、車、流れてくる。今の車って流れるとは限らないんだけど、まあ、昔は流れてくる。でそれらも全部分かっていて、その製造の皆さんのお父さんとかお母さん買った車のオーダーから、えー、その製造途中が今どこにいて、出荷がどうなってとか、そういうのが全部、デジタルツイン化しようとしている。できてるわけじゃなくて、これ発表したのが2年前ぐらいで、多分2025、6年に実用するかするって言ってるんだけど。 だ工場そのものもデジタルツイン化する方があの可視化できるし、いろんな対応ができると,ということで、今こういう動きで、これも皆さんとか、我々の目には普通、触れない領域ですね。で、このね、先生も一つ、あの何年か前に BM の車買い足したんだけど、オーダー、ポチるじゃないですか。そうすると、その瞬間にドイツに行ってで、全部が動き始めちゃうわけですよ。1週間後ににごめんあのシートの色を白にしたいって たら、拒否されて、もう無理です、システム入りました、終わりみたいな。そのぐらいに全部動いてる。すごいって、すごいって、すごい。で。計算可能にする、これキーワード、ね、今日覚えててください。リアルワードを、け、ワールドを計算可能にする。どういうことかっていうと、まあ、当然 A. I. があってみたり、まあ、他の、えー、ネットワークで他の。いろんな A. I. につながってる。 いろんな AI 特殊、専門性のある AI につながっていて、でかつゲーム機と同じように、リアルタイムでそれらが動く。で、リアルタイムが動きてシミュレーションもできる。で、でそれでもって、えー、そのリアルの世界にそれをまた返すとかね、まあ、いろんなことをやるんだけど、この CV っていうのはコンピュータービジョン、これどっかでやったよね、えー、とコンピューターの感覚機関をがいろんなリアルの世界を観察して、でそれで、えー、その実際のリアルの世界を計算可能にする。 多分皆さんが座ってる椅子も、もうちょっと座面を高くして、もうちょっとどうするとかって言ったら、スッとこう、変えられるようにすると、またあてがそいたことかもしれない。皆さんの着てる服も、えっと、あまあ実際プレッタポルテじゃなくて、あの、普通のユニクロとかで買ったんだと思うけど、ちょっとここだからこうしたいとかっていうのを、もうすぐできるようにしたいと。ということねで、これが、えっと、計算可能にする、計算可能なリアルワードの世界っていうのは、今、もう来ようとしてる。いろんなところで。 1で、えー、一つ分かりやすい例が、こ,のこれって何年か前のアテレードって、えー、とオーストラリアの一つの都市で、でそれを、えーえー、のこういってデジタル化した、これはの動画はないけれども、ここに,ここにある映像って Google マップよりは,はるかにリア,ルリアルっぽくて、多分ヘリコプターかドローンで撮ったみたいに見えるじゃないですか。でも実際、これはおそらくえあの周回する衛星と、それから ひょっとしたらドローンも使っていくかもしれないけど、ほとんどは周回する衛星から撮ったで映像を使って、この都市のデジタルツインを作ったんだね。で、これは、えっ、ー、と、オーストラリアって、わりとこの辺が好きな国で、アデレードに限らず、いろんなあの都市のデジタルツインを作ってるんだね。日本も、えっ、ーと,えー、と、基本的には日本もあの、この G 空間っていうプロジェクトが国の主導であって、いろんなあの都市のデジタルツインを今作ろうとしている。 だけど、それはあくまでも、まあ、確かに見,見,見栄えとしては素晴らしいと。でも、大きな、大きな足らないものがある。何かわかる例えばこれ見て何が足らないさっきのデジタルツインのコンセプトから言えば、本当に感じなものがないんで。はい。人がいない。まあ、最近ほら、あのゲームでも人ぐらい歩いてるんだけど、<laughs> もっともっと大事なことがある。 じゃヒントっていうと、これは多分衛星かドローンで、えー、撮った写真を使ってあ作られた、えー、生成された都市です。だけど肝心なものがない。はい、んあ建物の内装、まあほとんど50点ぐらい要するに建物の中には入れない。どうしてかというと外から観察してるので、外から観察しているので、観察するっていうモーダルだけだと建物の中に入れない。 もちろん窓から透けてる中だけは見えるので、皆さんが iPhone かなんかで、スラムかなんかで撮ると、窓の向こう側は見えるよ。だから今、AI があるとあの推論することはできるんで、およそこうだろうっていうんで、なんだろう、写真だったら、あるフレームの外も書き足すことができるっていうのは、それはあくまでも推論だよね。だけど、基本的にはこの中,のに中には実はあの部屋があって、そこの中には引き出しがあってとか、そ,そこまではないわけだよね。つまり、表層しか分かってない。 なぜかって表層を見て表層を見ることによって、えー、モデルを作ってるで、これがあの数年前だと。これだけでもすごかったけど、でも、ここからすごい勢いで今、進化しようとしてるてね。で、もう一つ別の見方からすると、皆さん今、梅田とか大阪のあたりにたくさん巨大なビルが建ってるじゃないですか。ああいったビルっていうのは、まあ、いつまでかばらばらっと建つけれども、一番大変なのは、ここに書いてあるように設備なんだよ。 例えば空調、電源、排水、いろんなものが必要で、ビルだけパタパタって建てるんだったら簡単だけど、実は設備が設計が一番大変で,で、しかも完成するとみんな隠れてしまう、ここはたまに見えてるけど、隠れてしまう。メンテスのも大変と,ということで、実はビムっていうビルディングインフォメーションモデリングシステムっていうのがあって、ビムって言ってるんだけど、ビムを使って建築す,するときに設計者は、 えと中にどういう配管があるかでのどこつながってるかっていうのを詳細に、えー、とシステムとして落とし込んでるわけそうしないと例えばどっかのところで水が溢れて漏れたさあどこを天井を開けるかみたいな話になるよねだからどこの機械が壊れたのかとかその電源はどっから来てるのとかさまざまなことがクエスチョンになって全部剥がさないとわからないで剥がしてもわかんないと思うんだよ多分。 なので、えー、基本的にはビムってシステムでいろんな、まず設備から含めて、あのどこにどういう配管があるかってやっている。で、これは、えー、今、ビムっていうのを各ジェネコンとか設計会社が取り組んでるんだけど、全然不完全で、まだまだ、まだまだっていう。やろうとしてるんだけど、まだまだ。だけどやろうとしてる。でも、これはあくまでも、裸のスケルトンのビルの話だよね。実際のビルはこういうふうにいろんな設備が入って、ここはオンデマンドサロン。 で皆さんが例えば行くカラオケ屋だったらそこにいろんなものが入っててそこまでは全然ないじゃないですか。なのでまだまだそのリアルの世界が情報世界につながっているとは到底言い難いと。でまだまだでもそれはあのやりたいことの流域であるので多分今後進むだろうとは思っています。できてることあの部屋の内見ができるようになったとで。皆さん部屋の内見っていうのは近代に行くんだとこのコア会とか,どっかで。 まあここならいいかとかいうのあると思う実際内見に行くのが多いと思うんだよね。ところが、えー、と内見しないでやっぱりものを買いたい人もいるわけで、めんどくさいというのと、えー、と時間、アポ取んなくちゃいけない。どうしてもその時間に行かなくちゃいけない。で、それができないので、えー、まあ、えーとにまあ、これ海外の事例だけど、えー、不動産売買はネットで全部やりたいということで、ネット上で内見できるようにしたいということで、こういった、これ全部 CG だよ、これ。 えと内見できるようなシステムが今,ど今、じわじわと広がっていると、ネット経由で見回すことができる、でこれであのお買い上げというか、お借り上げができるようになっているというのが今の動きですね。で、こういったあの描写っていうのは、どこから来てるか、技術はどこから来てるって、みんなゲームから来てるね、ゲームでこういった必要なんである、ね、そういった技術はある。 いうことでゲームエンジンを使って、ユニティとか、アンリアルを使って、えー、こういったあの建物、これは戸建てであっても、あのまあ、あのコンドミアムだとか、こういったものが買えるようになっている。それから、部屋のインテリア。で例えば、左がオリジナル、これ、これ事例でネットだったら、オリジナルの部屋だとするじゃないですか、模様替えしたいといったときに、AI を使ってテイストを入れることによって、右のようなテイストにパッと生成してくれる。 これはできるんだよねしかも自然に。でいくつかの,その例えば呪文を入れるだけでもできるかもしれない。呪文を入れてもっと白っぽい部屋でどうのものモダンでさとか言いながらこれだって <laughs> で入れるとその部屋になる。そしたらまあそういう模様替え業者にも今行かなくちゃいけないけどそうしなくても例えばグラスをかぶったらそ,のそういう気分に毎日なれるとか毎日違う景色の部屋に入れるとかっていうのも可能性はあるよね。 どうだろうねあのそうなった時に本当に引っ越すってどういう意味なんだろうと家買うってどうなんだろうあるよな、まあ、なるべくあの通勤とか通学近いところがいいだろうし近くに飲食店があった方がいいだろうし、うんねまあ、こういう時代がもうすぐ来るこというのでね、えっと、今の時点今日の時点だとあの結構その新築の部屋とか マンションとかマンションで分譲のマンションとか戸建ての家っていうのはこういった仕組みを使ってまずパースを作ってパスっていうかその中のインテリアとか作ってでお客さんをさあの見つけてでお客さんがここのところ何とかしたいって言ってたらそ,うそれに従ってこの右側のようにも変えてでこれでどうでしょうかっていうねあのほとんどプレタポルテじゃないけどイージーオーダー的な、ね、あの作り方してるのも多い。あと 日本、今、円安っていうのもあるけど、中国のお金持ちが増えたとかね、あのアメリカとかね、日本の不動産はも,うものすごい勢いで皆さんあの欲しいと、住んだって日本欲しいと、日本の,日本の、えー、と住環境とか雰囲気が大好きみたいなね。そうすると、えー、と今、飛行機に乗ってくるのがとても大変なので、皆さんはこういった仕組みで投資されてるみたいです。まあニセコあたりで あのすごい日本人ほとんど入れないっていうか高すぎて入れないもしくはあのオフリミットになってるようなホテルとか飲食店があるらしいけど彼らはほとんど来ることはないそれともお買い上げしてしまうでそこにでたまに来るとかね東京の、まあ、大阪もそうだけど東京のタワマンって、えー、と日本ノンジャパン人の方も結構お買い上げになってるけどもあのこんなに空気がきれいでしかも24時間営業のコンビニもあって食事がおいしくて。 とかね、ゴミも落ちてなくてとか、まあ、それで皆さんあの、本当に住みたい場所としてお買,いあの買ってる。でもやっぱり日本にわざわざ来ないんでね。まあ、こういったニーズもでき,できてきてるということです。アマゾン、皆さん使ってると思うね。楽天とかアマゾンとかね。もうこれ、2000年前と全く同じでサムネイルがあるだけってやつなですかいつまでたって,ても変わらないと。アマゾン、ちょっと頑張ってて、えー、そういったと時のために、今、ここにあるトースターだとか、 椅子とか、これ全部あのリアルの商品じゃなくて、全部 3D モデルだ。で、そういった 3D モデルを売って、部屋はこうなりますよっていうね、えー、とそういった、えっ、ー、とさあ、なんだろうな、えー、そのサイトの、えーとえー、デザインをね、今、やろうとしている。で、これを作ってるのはゲームクリエイターですね、基本的に。まあ、ゲームのアセットです <laughs> 作るのと一緒でこういったトースターとか、まあ、こういろんなものは、まあ、こういったセットがゲームクリエイターをやってる CG デザイナーがどん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 入ってでこういうのを作っていくで椅子とかなんかだったらこういうのを一回作ったら何がいいかというと座面の色を変えるとかもしくは革にするとかきれいにするとかっていうのを変えられるじゃないですかでそういうもののクリックが多ければ一応そういったあの業者はそういった商品を揃えて売るんだっていうことねうんということで でもこれをやるためには結構今何が大変かってそのギグワーカーって言ってるけども CG でこういったものを起こす人たちが今必要になってきててでそういった方たちはネットで仕事できるのでアメリカとか日本に住む必要もなくて世界中のどこかにいて空いた時間でこういったモデルを作ってるらしいですじゃあここから先はちょっと近未来の話になってくるけども例えば あの左時計たち、右あのエンジンの部品だけども、こういったものってえと基本的にあのモデル化することはできるんだよね、部品一個一個。もともと部品があれば、もちろんそれはモデルから作られてるわけだけど、モデルがなくなって、商品しか,なか残ってないとしたときに、例えば50年前のロレックスしかないとかね、でもそれは分解すれば分かるじゃないですか。 分解するというのは、例えば、動いているもの分解するのは、なかなか気が引けても、壊れたものっていうのは、まず分解掃除つまで、ね、分解する。で、それらを部品レベルで全部あのデジタル化して、で、それで構造を理解して、ね、左の時計だったら、構造を理解して、一個一個、なんとなれば動か,動かしてちゃんと時計として機能することまでは、物理的にできるんだよね。まあ、そういったことは今はまだできてないけれども、そういったことができると、モデル化してデータを持つことができる。 これはなかなかすごいことで例えばこういった時計をモデル化して持つっていうのはあのモデル化するってことかフィジックスがちゃんと成り立っている材料も分かっているそれから何がどういうふうに動いたらこっちがこうなるって分かるってことは少なくとも画像のってかコンピューターの中では動くものを作れるわけだで右上はあれなんかねあのプリンターで作ってるイチゴを作ってるらしいんだけどそのうちに金属を使ったプリンターで 時計の部品1個1個が作れてで、それで時計そのものも作れるかもしれないわけだ、まあ。そういったことが今始まろうとしているのね今、3D プリンターで、えー、部品そのものも作れる可能性ができてきているので、将来的にはいろんなものが、えー、とデジタルとしてデジタルツインで、えー、セーブされる、まあ、ある意味で化石じゃないけども、構造データが全部データベースになる,なるとありえるというのが今の,今の可能性です。 でこれは実際の、あのー、もうあの商品として、しかもネットの中でデジャーツになってるごくわずかな例をちょっと探してきたんだけど、上はナイキーでね、真ん中ね。ナイキの靴が、このメッシュになってるけど、要するにこれはモデルになってるわけ。3D のモデルになってる。何がすごいかって、この凄さ分かる人はなかなか普通いないんだけど、靴ひもも含めて全部もう別の部品になってる。で、こんなこと気にしない人は、なんかヌメッとした、ね、<laughs> ヌメっとした表面だけの、えっ、ー、と、あの 隅間になるんだけどもので、靴ひもの構造まで考えて、全部モデル化されているので、ある論文を読むと、靴ひもをどうやってモデル化してで、ね、自動的に靴ひもをもう一回抜いて結び直す、えー、っていうだけで論文書いてる人もいるよね。ということで、まあ、例えばこういったものも一つだし、下の籠っていうのから一本一本ひもを編んで作られてる。 で一本一本の構造として紐が編まれた状態でこの籠のモデルが作られているので全体がヌメッとしたものになっているわけではない全部構造を持っている時計ももちろんそうだよねで右にあるあのウイスキーが入っているだろうグラスはガラスという空いたクリスタルガラスのテーブルとか中の液体も全部構造として持っているなので、えー、手に持って動かすと水面が動くとかね でそれを気にしない人たちは、えー、とフォトグラメトリーとか行って、えーまあ、そういったナーフとかで外からこう見て、ね、それでモデル作るわけだ外。外から見ると一見それらしいけども、何もインタラクションできない。で今後はだからインタラクションするためには構造化しなくちゃいけないということ。で今この方向でちょうど動き始める。でこれは実際 iPhone の分解写真で。 実はこれデジタルじゃないんだこれ本当に分解してる人がいて、えー、iPhone5 があの15が出たときに分解しましたって記事があったんで、ずっとパクってきたんだけども、えーと、これって実はそんなに遠くない将来に、これが全部デジタルになるんだろうね。iPhone、アップルの中でもちろんあるわけで。で、彼らはだらこ,うこういったものがあれば、全部あの今から10年後、20年後でもある部品がないと、そこから削り出してでも作れるかもしれない。 皆さんのご両親ですごくあのメカが好きな人は車が壊れた部品を作って直す人たちがいるじゃないですか。50年前の車、100年前の車を直す人っていうのはもちろんある部品はみんなないんだよね。そうすまあ一回ばらしてで、壊れた部品を見て、でそれを作り直して、もう一回元に戻すで。でもそこまでやらなくてもそういったモデルデータがあれば、将来の工作機械でピュッとこうボタンを押せば、 まあお金かかわって時間かかるかもしれないけど、作ってくれるかもしれない。そこ補修備品いらないんだ補修備品はデータの中にある。補修備品のための倉庫もいらない。ということもで,できる可能性があるんだ。うん、あのメーカーにからすればねあの、例えばアップルみたいなメーカーそうじゃなくてアップル20買ってくださいっていうのは目標的かもしれないけど、例えば BM とかあの、ヨーロッパの人は物が好きなので、工業化、インダストリーの国なので、どんな昔の部品でもなんとかしようっていうマインドがあるんだな。 そうなるとあの、そういったことも可能かなと思います。これはね、一頃何十年前に流行ったシャネルの有名なナンバーファイブっていう、マリリン・モンダが何も着てないのに着てるよ、香水とか言った有名な香水、香水ナンバーファイブ。これは、えーと、左側は本当にあの写真のように見えるけど、これは CG で、しかも外から見ただけの CG じゃなくて、ちゃんと構造化されてる CG で。で、どういうふうに構造化してるかっていうと、あの瓶がこれ全部あのモデルでこう作ってるわけだよね。で、中の、えっ、ー、と、 スポイトのスポイトというか、このスプレーの部分も構造化されて作ってるので、それらを全部作ってきて、ゲームエンジンであの可視化すると、左のような構成、えー、ができる。で、こういったものって単価高いから、しかもハイブランドなので、えー、写真で撮らなくても CG で作るようにはなってきてるのね。だけど、これがあのマツキオで売ってるあの200円ぐらいのものでやらないと思うクエーザー的には合わないので。 だけどこういったハイブランドではにやり始めてるだけど先生の時代10年前のこういった広告あの香水ってどこに載ってるかっていうともう今休暇になってるのか分かんない家庭画法とか婦人画法とかグラビア座敷かなんかに載ってるわけだ。でこれは全部スタジオで撮るのね。でスタジオで撮るのは大変できれいにあの磨いていろんな光当てて。 えライあのフォトグラファーと照明さんといろんな人が集まって最後はフォトショップでレタッチしてこれ作る大変な時間がかかるだから一回モデリングすれば簡単なのででもモデリングするには今ゲー,ムゲームを作ってる人たちの手が必要だとでも今ゲームを作ってる人たちはなんで、えー、今大変かというと例えば AAA のゲーム作るのに5年とか昔のか7年かかってそのうちの半分ぐらいの時間はずっとコツコツこういったバーセットをたくさん作ってるわけです でその人たち手が開かないので <laughs>、とてもこんなとこやってられないと状況で,です、ねあ。ここにあるあの綺麗なあの香水とか、これ全部 CG で作ったやつでもう多分写真撮りよりも綺麗だよね。あの埃もつかなきゃ指紋もついてないしと。で、なんでこういうふうに綺麗になったかっていうと、CG を作るときにあの形状だけじゃなくて、例えば光の反射、透過度。 あとガラスなのかとか素材は何か表面仕上げは何なのかっていうマテリアルの情報が扱えるようになったのでだそういったものをどんどん入れることによって自然になってくる。あともう一つは光。前も話したと思うけど例えばこの部屋も光源はたくさんあるわけだ。正面だけじゃなくて皆さんの下にある木がこれも光源になってるわけでね。って反射して。で いろんなところの光が跳ね返って、要するに光がたくさんのところで多重反射して、それらが環境光として全部合成されてるわけだけど、昔のプレセーションの時代ってのは光って一つの光源で何かを照らすぐらいしかできなかったわけ。だ影はドロップシャドウといってくっきりと一個まあ皆さんこうやってもたくさんの影があるじゃないですか。たくさんの光が来る。で、今それを演算できるようになってきた。つまりデジタルになれば光も演算できるようになってきた。 だからそういうふうにすると、こういうの分かるように、例えばどっかから光が来るんだけども、この他のガラスに当たった光が隣のガラスに当たるわけでね、そういったものが多重反射すると、その計算ができるようになったので、このいかにも本物のようにか、本物以上にきれいな、えー、と香水の,この広告写真ができるようになっただけど、これ作るのにすごいお金かかってると、<laughs> お金と時間かかってる ななか今の今日の時点でいうとこれらは全部スタジオ写真がほとんどですどうしてかと,いうとスタジオっていうそういった職業とそからあの設備は長年ずっとあるのでその人たち頑張ろうとするわけだよねそれから CG は Unity とかアンリアルエンジンとかも含めてものすごい日進月歩ですごい進化してるからステーブルディフュージョンも含めて進化してるでそういったものを使いこなそうっていうところまでまだいかなくてしかもそういったゲームやってる人は もう今まで1年か2年作れてるものが作られてるものが3年、4年、5年、6年っでてで長くかかりすぎるからもうプロジェクトキャンセルで君ら解雇なんてやられてるわけでねとてもじゃないけどやってられないとで今ちょっとそういうハザガいきの今時期になってますでこう,いう先生の,あの会社のチームの人が先生がねちょっと,あのえとアメリカで売ってるあのこの化粧品デジタル追加してって頼んだんだよねでそうするとまずこういったモデルを作るこれ分かる これなんていうやつかヒルトンパリスヒヒルルトトンンだ財閥の娘の名前だな、パリス・ヒルトンあの香水のシリーズで、でこうやって,しこうやってもあのメッシュで作って形状を作る、でそれにあの表面の素材とかテクスチャーを貼って、リアルな物体と見比べて、じゃあ、装飾のない状態にしてから光を当てて、環境に置くみたいにやるんだけど、それの結果はこんな感じで、これ写真じゃないんだよね。でもほとんど写真でしょ。 いかにも、いかにもと。でもこれはデジタル。こういうのができると、その椅子から何かみんなできるんだよね。やる気になれば。じゃあそれ今度は AI 化すれば、もっと生産性上があるかもしれないと。というのもデジタルツインがこれから伸びるだろう可能性として、ちょっとやらせてみましたと。これがね、どんな光がすごいかっていうのこれが、ちょっとこういう照明どっかで見たことない左側の照明は、これクリスタルガラスでカットガラスで。 でその中に LED が入ってて、いかにもろうそくの光のサイズ、これだいたいいくらか、数万円かな。で、これもモデル化できるんだよね、簡単に。で、これは何をモデル化するかって、光の透過とか、カットガラス、屈折という光をモデル化することができるわけ。で、実はこれ、オリジナルは多分数万円する。そうかネットでこれ,これを調べると、数分の1の値段で同じ形のものを売っている。まあ、だから、それはちょっと,、えー、とデザイン、 のちょっとパクったとは思うんだけども、なんでその違いが出るか、わかる数万円のこの、これと、リアルの、リアルじゃない、オリジナルのこれの何が違うか。例えば。情報学部の学生だから、なんか何でもいいからさ、手を上げるのが先だよね。はい。その,の通り、一つ材質が違う。えっ、ー、と、オリジナルはクリ,スタルクリスタルガラスって聞いたことある クリスタル。クリスタルガラスって何が違うか知ってる <laughs> わかんない。ガラスの素材までここではならないか,か。例えば、バカラって会社知ってるバカラ。バカラとかスワロスキーとかキラキラス。クリスタルガラスってね、実は酸化鉛って鉛が30%ぐらい入ってる。あもしくは30%プラス。金属が入ってる。鉛って不透明なのにで。ガラスに溶かすと透明になってしまうとか不思議なんだけど。そうするとね、何が違うかって屈折率が変わるんだよね。一つ。 屈折率が変わります屈折率が例えば1.5以上、1.6ぐらいまでいく。あと、そうだね、屈折率が変わるのと同時に色が違う。例えば、より透明な色になるとかね。まあ、そういったことで、えー、まず屈折率が一番大きいけども、こういうふうにレンダリングしたときに屈折率と一番大事だよね。で通常の安いあの、飲料水の瓶みたいなソーダガラスっていうのは、あのまあ、色もつ。 完全な透明じゃないしそれから屈折率率もちょっと低いなのでそういった物理特性に合わせてレンダリングするしなくちゃいけないわけだから CG はねでも実際の商品はその違いにの実に出るわけクリスタルガラスとガラスのガラスとは違うのでそれらを全部ねこの であの情報空間にそういったパラメータを入れるわけ。素材はクリスタルです。あれ鉛の含有率何パーセントですとかね。色は何ですとか。そういった素材情報とか表面情報とかいろいろ入れてで、レンダリングすると本物になるか本物以上になる。右側、ダイヤモンドだよね。ダイヤモンドって何が違う <laughs> ダイヤモンドの材料を知ってる人いる、はい、炭素、炭素100、ほぼ炭素100。でダイヤモンドの の屈折率って知ってて知る2.6ぐらいか。むちゃくちゃ屈折率が高いので、だから内部反射するんだよ、屈折率が高いので。で、ダイヤモンドカットってあるんだけど、えー、と光を閉じ込めて何いくつも多重反射するので、キラキラ光って見えるんだよね。要するにダイヤモンドカットってカットの仕方があって、内部に何重にも反射する屈折率が高いので、だから綺麗あと、色ってあるじゃん。 あの完全な透明のやつはちちゃくちゃく高い VBS なんとかってあって、めちゃくちゃ高いけど、えー、とあと色付きのものあったり、不純物が入っていろいろする。そういった物理特性をあの中に入れることによって、えー、そのあるクラスのあるダイヤモンドは再現できるわけだ。デジタルの世界で。でそれで再現すると、あの右のダイヤモンドみたいに内部反射もすごいし、表面反射もすごいし、表面反射はあのきれいにカットするじゃないですか。で光当てたときに、多重に反射内部反射するからあの床に落ちている。 光が複雑でしょ内部反射した血管が外に漏れてるから、たくさんの明るい点があるじゃないですか。これ全部計算だけで作れる。計算だけで。なので、この宝石類はデジタルツインすると、なんかもう自分が持ってない、持っていればないにもかかわらず、身につけてる感はあるかもしれない、ねで。こういったことがデジタル空間でできるように今なりつつある。 あのこれは家を決める、えー、ときに、リビングルームのソファーよりもキッチンがどうかっていうのは結構大きなオピニオンのきっかけなんだろうな、運命の分かり道になるらしい、売り手にとってもうあのデジタルの世界とかリアルの世界とか、もう気にしなくて、デジタルのがきれいじゃないみたいな感じになるかもしれない。うん、多分ね、今、インバウンドで外国から日本に来る人たちはに、日本がそう見えてるらしい。なんで日本ってゴミ一つ落ちてないんだろうと なんで日本って、えー、とコンビニあんなたくさんの商品があるんだろうとかね、<laughs> そんなふうに思うらしいよね、綺麗じゃないですか。かこういった世界ってもう今できる、技術的にできる。不動産屋でいつまでたっても紙一枚ペラっと貼ったって、4畳半とかね、昭和の感じがするんだけど、だこういったふうに多分なってくる。ここまで来るとね、別に借りなくてもいいかっていう、そこに行きゃいいか、そのデータに住みたいみたいなね、なる可能性もあるね。 でもう一つ似たような事例を出すけど、お酒とかって言ってウイスキー。ウイスキーって中に氷が入っていて、で中にウイスキー注がれる右みたいね、これも全部 CG で作れるんだよね、物理演算で。で、例えば右のこのウイスキーを注ぎますつっ,ったら、流体力学的な演算でボショボショ,ョボっとこうやって、それで氷に行く、それで氷の表面を伝わって下にたまる。で、氷は冷たくて、でも温度で溶ける。 時間とともに溶け始める丸くだんだん尖った氷が丸くなってきて少し小さくなる全部シミュレーションできる。で手に持って動かすと水面が揺れる全部フィジックスでできるってそこまでやるとどうな,なかなかすごい世界なかなかすごい世界な。でこれはまだまだそこまであのみんなの目につくとこはないできないけどあのそろそろもうできることにはなってる。 でも何リアルエンジンがここまでできてるかってまだできてないけどまあこういったあのつまりデジタルツインが進んでくるとフィジックスあ今言ったフィジックスからいろんなものも含めて素材からいろんなものがんなが融合してくるとリアルの世界が実現どんどんできてくる今度どうそれを AI, の AI が見ていてそれをリアルだと思って学習する時代も来るんだよね 今はリアルの世界をの写真とか文章を見て学習してくるけど、将来はこうやってデジタルで作られてるものを学習するかもしれない。それはちょっとまたいろんな問題が、問題というか課題があるわなっていう気がするよね。これはね、実はここにあるのはあの、コンビニとか、えー、とライフじゃなくて、デジタルの棚で、そこにある、ここにある商品は全部デジタルで作られてる商品ですね。 <laughs> だから右上にタグがついているあのこれは何ですとかこれができると何ができるかっていうとあの店舗を出さなくてもライ,ライフはいくらでもできるってことだよねで一つ一枚一枚ページをめくっていかないとあの買えないものが リアルの店舗のように一覧できて、で、パッと触ったら手元で取れて、えー、と文字も見えて、で、特性も分かって、中にアレルギー物質がどうなっていか分かってみたいなそれも可能性があるし、で、じゃあ買うと今度は、うん、なんか配達がネットで来るみたいな、そういった時代は、うん、多分、10年経たなくてもちろんできる気がするんだけどね、どっかやりそうな気がする。ただ、今の時点ではあの、さっきのあの、化粧,化粧品って、 何千円から何,何万円なので、自治体通貨するコスト、あの費用は払えるけども、1個100円のものまでやるかっていうのはあるんだよな。ただ、えー、と例えばその,あのエナ、エナジードリンクであるとか、伊藤園のお茶とかっていうの最近はなんか CG で作られてるんだよね。あれは全国で見ればたくさん売れるからっていうんでやってると思うんだけど。でもこういった食品とかっていうのは、ものすごい数のスキル数っていうか、商品数なので、そこまでやる、えっ、ー、と、 なんだ元手がないっていうか、そこまでやらなくてもっていうのはあるかもしれない。ただ,ただ技術的には、これったのができるような感じにはなりつつあるのと、それが、あっ、こい,こ,いこれ、実はデジタルだから、こうくるくる回ってる。これ、アメリカの事例。で、ここにあるのも全部デジタル。で、前は AmazonGo っていうリアルの店舗があったけど、もうこういった店舗を作らなくても、仮想の世界で、裁判の世界で、店舗はいくらでもできる。 土地代かからない、電気代もかからない、照明代もかからない、万引きないっていう、<laughs> そういった世界が多分できたら、多分それが当たり前に将来なるんだよ、きっと。だからコンビニがない世界で先生生まれたけども、コンビニがあるのが当たり前の世界で君らは生まれてるんじゃない。と、将来、こんなのが当たり前の世界になったら、えリアルの店舗に行って買ってたんってなるかもしれない。楽しそうだよね、こういうの作るのね,ねあの。情報学部のこの君らも含めて。 こういったのが、まあ、今、現在、深刻系なので、こういったの作ってたら、なんかもう帰りたくなくなるぐらい楽しいと思うんだけどね。で、もう一つ、NVIDIA で、エヌビア最近すごい、あ、v i d i a ってね、3日前か、えー、全世界で一番時価総額が高くなったんだよね。マイクロソフトもアップルも抜いてしまったと。 何何かららまでがでが CG 作られている世界とどう今、だから世界で一番最先端を走ってるのは、イーロンでもなきゃどこでもなくて、NVIDIA NVIDIA がだから、過去の Google とかあの、いろんな会社を凌駕しようとしてるということでね、株価っていうのは未来価値なの。きっとね、もっとすごいことをたくさんしてくれるんじゃないかと思ってる。 これちょっと余談になるけど、皆さんは飲まないけど、皆さんのご両親はまず飲むだろう、いろんな薬、薬って見たことあるこういった PTP ってシートに入っててで、左側にいろんな形の薬が入ってるけど、これらを今ね、デジタルツイン化しようという動きがちょっと水面下であって、でそうすることで計算可能なんだね、って薬そのものがね。でその、なんで計算可能になるかっていうのは、ちょっとま,あそのまた話をするけども、まあ、問題になってるのは、左みたいなもので、利益が多いっていうのね、偽,、うん、偽の薬。 それを見分けるとかっていうのも、まあ、もあの課題の人としてはある。ちょっとモーダルがいるわけだた例えば、どんな薬が入ってますかとかね、表面はどう見えてますかとかね、まあ、そういったたくさんのモーダルが必要になってくる。ここに書いてあるけど、デジタルに作るためにはいろんなモーダルって言ってるけど、いろんな情報がいる。例えば左から言うと、例えばジオメトリーっていうのは座標、えー、例えば3次元の形状はどうなってますかって三次情報とか、テクスチャーった表面の。 表面、例えば木のこういったテクスチャー、表面がどうなってますか。もちろん、この物体は何ですかって ID があれば ID がつく。それから、マテリアルって素材、木ですか、ハルミですか。名前は一般名は何て言いますか、椅子ですかとかね。で、そのカテゴリーは何ですか家具ですとか。それから、表面のコンディションは何ですかってヘアラインだな、それはとかね。それから、あのトランスペアレンシー、透明度はどうですかって、いや、非透明ですとか。 えとサイズとかあの、それからマス、重さとか、それから、えー、寸法はとか、ストラクチャーって構造ね、どういう構造になってますか、えー、マテリアルって素材はどんなものですか、フィジカル、あこれは一番右はああの、物理的特性はどんなものですかとか、まあ、ここに事例としてた,たくさんあるので、ね、そういったモーダルが全部集まってきて、デジシルーツインができるとっていうことです。 でそのモーダルはそれぞれ製造しているところも分かっていれば、観察することによって分かることもある。そういったものが統合的に入って、そのモデルに対してそのリ,アルのリアルの世界にあるデジタルツインが作られるのであって、それでそういったものが、いろんなものが計算で可能になる。そういった仕組みです。なんとなく分かるかな。今、こんなこと全然まだやられてないんだけど、そこまでやれるようになるとすごいことが起こる。まあ、さっきの薬だって、これが全部ある,からあると今度は製造することができるわけだよね。 ここにあるよう例えば書き出したけども、これ単なる事例で、で、これ、皆さんにこのあのゼミの参加者は、タンドアウト資料を読めると思うんだけど、こういったものが、少なくともこういったものが全部必要になる。それその計算可能になる世界っていうのはど、まもなく来るんだよねと。まもなくっても10年かかんないと、ね。で、そういった時に、 あのついった計算可能になるデジタル空間の中とか情報空間の中にものが入ると実際のもので測定するデータよりつまりリアルの物体よりも計算可能な方がはるかに情報が増えるっていう理屈上があるじゃないですかいろんな寸法いろんな素材を作れるわけででこれあるあのガートナという有名な調査機関の未来予測だけども今までのリアルの世界の,あの物体の情報量っていうのは、まあ、リニアにのある程度伸びていくけどもエクスポネンシャルにその えと新しく作られたデジタルツインというか、その新しい生成されたデジタルデータの方がはるかに増えていくと。だからそれが人工知能でもそうだけど、生成系のデータでどん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 学習することになるんだよね。そリアルなデータよりもその作られる生成データの方が多い。これは人工知能、あ自動運転の車でいうと、リアルな道を小和会を走ってトレーニングするというのは昔の話で、今やデジタルの世界でトレーニングするわけ。だそういった時代になっていくと。 ねあのー、今の AI のトレーニングも同じようにデジタルの世界でトレーニングしていくれるようになる。となると、10年後の世界はまた皆さんと全く違う、今、我々の世界と全く違う世界がきっと起こるんだよね、この横軸で見ると、今2024年、2030年ってこのぐらいになるわけだから、じゃあ今から5年後、10年後の子は、この一番右側の軸に35年とか40年とか見ると、だからもう、えリアルなものだけでもみ、もほとんどないぐらいな感じになるかもしれない。 で最後、えー、とソニーがね、あの、ラあの直、ラガンで直進型で立体に見えるディスプレイって、あの、ノンコンっていうか、普通のそういった商品じゃなくて、特別用途向けに作っていて、ちょっとそれの動画があるんで、これ、この間出したやつで、これ最後に今日してみて。中国だったかな、もっと大型のディスプレイでこれを作ったっていう,いうあの発表がこの間だった。ということは、こういったディスプレイがこれなんだよね、ラガンで立体に見える。 ただらこれ窓になるわけでね。そうするとね、どこでもドアになるんだよね。違うとこも行けるから。それは、そういった時代が間もなく来る。ヘッドマウントディスプレイってそんなのあったねってことになるかもしれない。いらないもん、ヘッドマウントディスプレイ。ただし、これのいいところっていうのは、リアルよりも綺麗実はね。どうしてだと一人の人間の両方の目に対して情報を集中させて出すので。 とか、3人、4人で見ることはリ、理屈はできるんだけど、情報量がその分減るのね。一番減るのは、ホログラムってみんな見たことあるでしょホログラムって言うと、周りから見てみんな見える。だけど、情報量がその分減るので、やっぱりちょっと全然荒いよね。だけどこ、こういったためのディスプレイは、人間の両眼、両眼に思いっきりあの情報収集させるので、リアルよりも綺麗です。だって、リアルって結構ボケてるじゃないですかあ。これは本当に綺麗ということで。 まあ、ゆくかくの多分、パッドとかスマートフォンもこうなるんだろうなと。窓になる本当に。<laughs> ということで、今日のデジタルツインの会話これで終わりますが、これは今回も面白いでしょう、生成 AI も面白いけど、とんでもないことになってんだよね。で、それらが多分今後、どんどんつながってくるので,で、皆さんはちょうどその時代に情報学部に来て、こ,ううこれからこういうのを学んでくけどね。 えー、世の中の進化って世界中がすごい勢いで今動いてるからこの世界もすごい勢いで動くので面白いと思ったらいろいろ調べながら調べてくださいでこれってなかなかねほってもなんか出てこないのでいろんなキーワードとか今日先生の,のゼミの話を聞きながらそれなんかこうヒントにして調べていくとかいいと思うよね普通だとなかなか三日ないということでまた来週質問を受け付けるので今日はこれで終わりますお疲れ様